ドスクランブルはパリ五輪男子バレーボール予選リーグの米国戦でエース石川祐希28に代わって出場した控えの大塚辰,辰23、を特集日本バレーボール協会会,会長の河合俊一さんが出演し大塚を人柄がいい会うと分かりますなどと紹介したバレー男子日本代表は米国に敗れたものの 予選8位となり、準々決勝進出が決定。大塚は米国戦の3セット目から不調の石川に代わって出場。攻守にわたって安定した活躍を見せ、SNS で話題になった。メインキャスターの大下陽子アナに、大塚選手、どういう選手ですかと質問された河合会長は、本当に安定してまして、何か苦手なプレーがあるわけではない。 全体的に75点くらい。どれがいいっていう感じはないんですけど、信頼できる安定した選手、とコメント。そして、性格がいいんですよね。ムードメーカーというか、人柄がいいというか。会うと分かりますけど、会った瞬間に申し訳ない顔をするんですよ、と明かし、なんでいつも申し訳ない顔してんのかなと思いますけど、いい選手です。入るといい感じで盛り上げてくれるでしょ。 本当に雰囲気をぐっと変えることのできる選手と評価していた。XQTwitter ではアメリカ戦大塚選手の大活躍すごかった大塚選手ピンチな状態でコート入ってもやることを全うできる上いい流れも持ってこれるのさすがすぎる先日のアメリカ戦で流れを変えてくれた大塚選手コート内でたくさんニコニコ声をかけてる姿めっちゃ素敵です。のコメントの他 ワイドスクランブルで大塚辰徳選手をめっちゃ取り上げてくれてて嬉しくなった。河合会長が思う大塚君のいいところ、人柄 W わらわら。といった声も見られた。